こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。キズナあかりです。さて、いよいよ今年も終わりが見えてきた10月。皆様いかがお過ごしでしょうか。なんか、もう10月だっていうのに、外歩いてる人半分くらい半袖なんですよね。ああ、それ私も思ってたよ。世間一般にはもうクールビズが終わりの時期なのに、普通に暑いよね。暑さ寒さも彼岸まで、とは一体何だったのかという。まあ異常気象なのでしょうがないのかもしれないけどね。寒くなってほしい、とは思わないですが、せめて、日中汗をかかずに過ごせる温度がいいですね。間違いないですな。さて、そろそろ本題に移ろうかと思うのですが、今日の動画は久しぶりにあれをやります。あれ、というと？今できる高コスパ PC 動画でございます。おう。それだったんですね。まあ前2が発売されてそこそこ経つし、ある程度価格も落ち着いてきたかなと。ということで、まずは気になる CPU 価格から見ていきましょうかね。価格比較は価格 .com 様を利用させていただきますぞ。売上上位に全2系の CPU が並んでますね。ですね。というかこれ見て思ったんだけど、Ryzen 9の価格は私が買った時より上がってない。まだまだ品薄なんでしょうかね。私は確か6万円台で買った気がしたのですが。PC パーツは入手難易度で価格の変動が大きいですからね。16コアモデルも延期になったし、Ryzen 9に関しては当分高騰が続くのかなと。まあハイエンドモデルの話は置いておいて、今回の趣旨であるコスパで選んでいこうと思います。この企画の目的はコスパよく最新ゲームが中間設定で遊べる PC なので、それを考えると選択肢払い前後3600か、2万円切ってる Ryzen 7 2700。もしくは5 9400F もなかなか手に入りやすい価格ですな。価格競争からか、中間性能の CPU がかなり安くなってますね。そんな感じですな。んどうしよう。コスパだけを追い求めるなら Ryzen 7 2700回5 9400F なんだよね。でもせっかくだしこの企画で全2マシンを構成してみたい気持ちもある。ということで、動画を2部構成にすればいいんじゃね。今回の動画で払い前後3600の構成を考えて、次回の動画で Y59400F を考える。という感じにしようかなと思いますぞ。ちなみに要望が多ければ Ryzen 7 2700も動画にします。ということで、今回使う CPU は、Ryzen 5 3600にしようと思います。シングル性能も上がってるし結構いい感じのマシンができそうだね。ついに、コスパ企画で全2に触れる時が来たんですね。いくらで組めるかワクワクしますぞ。ということで、CPU が決まったので次はマザーを決めていきます。さて、全2を使うにあたって、マザーにはいくつかの選択肢がありますぞ。まず一つがデフォで全2対応をしている X570 チップセットマザー。もう一つが BIOS 更新で使えるようになる過去のマザー。もちろん X570K マザーは新しいということと、新機能もあり価格は高くなります。一方で過去のマザーを選ぶ場合は、全プラスまでの CPU を持っていないと自分での BIOS 更新は難しいです。店舗での購入の場合は対応してくれることもありますが、通販となるとどうしても自分でやらないといけないからね。ということで、今回は2つの選択肢を用意しました。過去の CPU を持っていなくて、最新マザーが欲しい方は左。過去 CPU を持っていて自分で更新できて安いのがいい方は右。ということで左のマザーから詳細を見ていきましょう。今回選んだ X570 マザーは MSI さんのものとなります。選んだ理由はレビューが比較的高く、価格が他に比べやすい。ちなみに、SATA の M.2 には対応していますか？はい。それも調べたところ、M.2 スロットが2つあり、スロット1は NVMe のようですが、スロット2は SATA に対応しているようでした。今回の企画では SATA の M.2 を選ぶので、そのまま購入される方はスロット2に差し込んでくださいませ。ということで次は D450 マザー。
こちらも MSI さんのマザー。選んだ理由は私が過去使ってたから。動作も安定しており気に入っているので選んでます。先ほども説明したように、全2での利用はバイオス更新が必要です。全2対応バイオスは公開されてました？はい。公式サイトでしっかりと3000系ライゼンへの対応が書かれてます。今回選択した3600にもきちんと対応しておりますぞい。あとはバイオス更新の問題だけですね。2000系までのライゼン CPU が必要になります。ですね。初心者さんとかは避けた方がいいかも。バイオスをいじる必要があるのでちょい手間でございます。ということで、CPU とマザーはこんな感じ。バイオス更新環境がある場合は B450 の方がコスパ自体はいいですぞ。では次にグラボを見ていきましょう。価格 .com での比較は、こんな感じでございます。というか、明らかにおかしいのが一つありまして、さすがに RX570 安すぎやしないかね。なんか、今まで、19800円くらいを守ってなかったでしたっけ？こんなに安くなるもんなんですか？私も見たとき驚きました。一応これでもこいつ GTX1650 と GTX1660 の間くらいの性能はあるんだよ。というかこいつが安すぎて見てなかったけど、RX590 が19000円切ってるのもやべえ。RX590 に関しては GTX1660 と GTX1660Ti の間くらいの性能があるからね。こんなに安くていいんだろうか。ということでどちらかにしたいと思うわけですが、目をつぶっておけない要素として RX590 の TDP の高さがあります。RX570 が TDP150W に対し、RX590 は TDP225W。200W 超えはやばいよね。そうなってくると電源の強化などで結局コスパが悪い気がするので、今回も RX570 を採用しようと思います。ということで1万円前半で買えるようになった RX570 です。私が買った時3万くらいだったけど、2台買えますね。今3万あったら、RX590 も買えてしまいますね。見なかったことにしたいです。あ、ちなみに計画として次回の囲碁の動画は GForce 系で考えます。毎回 RX570 だとつまらないからね。ということでメインは決まったのでここからは細かいパーツです。まずはメモリから見ていきましょう。メモリ価格は 16GB で1万円前後で落ち着いたね。安いのだと1万円切り出してます。一番右のチームのメモリとか LED ついて1万円か。昔の私よ、メモリはここまで安くなったぞ。投稿者さん3万円くらいで買ってましたもんね。泣きそうです。ということで、どれを選ぶかというと、毎回安定のクルーシャルを選んでしまうわけですな。昔視聴者様からおすすめしてもらいました。今現状私が全2でこれを使っていますが、特に問題は起きていないので安心しておすすめできます。では次はストレージを見ていきましょう。ストレージに関しては、コスパ度外視であれば NVMe なんだけど、コスパ規格ということと、体感の変化の観点から、SATA の M.2 を選ぼうと思います。正直 SATA でも十分に早いです。ということで見ていきましょう。なんかこの辺はあんまり値段が変わってないね。数ヶ月前もだいたいこの価格だった気がします。メモリも、SSD も、すでに、価格が底値で安定しているのではないでしょうか。これでも、十分安い感じですし。そうなのかもしれないね。安く組めるいい時代ですな。ということでこの中で最も安い、ウェスタンデジタルのものを採用しようと思います。500GB じゃ足りねえ。って方は 1TB をどうぞ。ちなみにもっと大容量に、という方は速度が必要なければ HDD を増設した方がいいですぞ。4TB がほぼこの価格です。4TB が8000円ですか。なんというかすごいですね。ということでストレージは決まりました。次は電源に行きましょう。今回はライゼン5 3600が TDP65W。
RX570 が TDP150W なので、余裕を持っても 600W で十分かな。で、派検索しました。まあ 600W くらいなら価格もこの辺だよね。あとはプラグイン式かどうかって感じかな。というかこのくらいの電源容量だとクロシコがやたら安いんだよね。店舗を見ても、600W 周辺のクロート志向の価格は異常に安いですね。まあ嬉しいことではあるんだけどさ。で、私としては少しでもプラグインにしたいので。こちらの電源を選択。PCIe と SATA がプラグインです。マザー電源とか CPU 電源は取り外せないよ。フルプラグインになると、一気に価格上がりますよね。そうなんだよね。どなたかプラグイン式で安くて使い勝手のいい電源を知ってたら教えてくださいませ。ということで基本のパーツが出揃いました。よくコメントでケースも紹介してくださいと言われるのですが、ケースは見た目による好みがすごく分かれる部分です。ぜひ Amazon などで ATX ケースとかで調べて、価格とデザインの折り合いがついたものを選んでくださいませ。よっぽどすごいケースじゃなければ1万円前後の価格で買えます。ケースは常に見えますからね。お気に入りのデザインだと、嬉しい気持ちになります。ということで、今回のパーツ紹介が完了しましたので、価格発表に行ってみましょう。一体前にはいくらで組むことができるのか。CPU AMD Ryzen 5 3600、25,725円。グラボサファイア RX570 13,995円。メモリクルーシャル DDR4 3216GB 17,715円。マザー MSIX570 19,152円。ストレージウェスタンデジタルSATA M.2 500GB 7,046円。電源クロート指向 650W 5,748円。合計82,381円。ちなみに B450 マザーの場合はマザー MSI B450 13,684円。なので合計は76,913円となります。まあ実際に組む場合はケースと OS 代が25,000円ほど乗ったとして、双方10万前後で組める計算になりますな。前にでも、このくらいの価格で組めるんですね。だとしたら、ちょっと1台組んでみたくなります。だねだね。ということで、今回の動画は今できる高コスパ PC 2019年10月をお送りいたしました。ただ、冒頭でも述べたように、この動画の後にインテルバージョンでもう一本作ろうと思います。もしよろしければそちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。ということで、今回はこの辺で、あかりちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると幸いです。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは、